ね、ちょっと皆さんに謝らなきゃいけないことがあるんですけど、収録2日分4時間ぐらいかな、全部収録されてませんでした。本当に申し訳ないです。ね、録画ボタン押したんだけど、動画が撮れてなかったという、まあ、理由も分かりましたけど、まあね、まあ、技術的な理由なんですけど、まあ、ともかくだから第6章第6部まるまる収録できませんでした。今ね、囚人アドル君のところですね、戻ってきました。とりあえず状況確認はこのパート終わってからまたさせていただきたいと思います。申し訳ない。まあ、とにかくいろんなことがあったんだよね、第6部ね。本当にもったいなかった。満月戦もあったし、あとね、イースのね、イース1、エステリアに出たボスが復活されてて、で、そこそこ強い。これまで戦ったんかじゃ、もしかしたら一番強かったかな、くらいのボスがいました。まあ、でも1時間かかってないし、回復アイテムなしで倒せたんですよね。本当にもったいなかった。僕としては見せ場だったんですけど。残念です。てかどこに行けばいいんだろう。中庭に行けばいいのかな。まあとりあえずここのパート終わらせちゃうかなと思いますけど、もうちょっともう割り切ってやってくっきゃないかなみたいな。もうあのボスともう一回戦うの嫌だしみたいなね、そんな感じです。え、お別れ？脱獄？うん、どうしたんだ？うん、どうしても？追いかけろって。中庭に行けってことか。飛べる？あ、行けるね。どこだろう。あ、そこっちか。まあ、また多分難しいところが続くんだろうね。これ収録されてるよな。これ収録されてなかったらもうこの実況やめるかも。もうどうしようもないよな。
知り合いです。銀の採掘。こっち？なんかある。この先に行けたことですかね。あそこセーブ。普通のセーブポイントなんて珍しい。相変わらず経験値上がらないね。あ、グザビア来た。うん、お別れか。アドルクもこれで外出るのか。これスイッチ？ダメじゃないの？よし、いけた。グザビア可愛いな。ロボットいるのか。さっき敵利用してスイッチ踏んだから。もしかして敵倒せない方が良かったりする。金、逃走資金。2箇所にいるわけか。そっちにいる。え、なんだ、なんか飛んできた。ロボットですよね。どうなってんだこの先。レッドチーズ。その先に一体こっち来るね。これはこっち行けるか。そっち行けない。行っちゃえ。いや何もないじゃないか。こっちか。もう行く気ないね。あ、なんかうまいこと言ってる。宝箱だ。どれ。え、なんかある。スイッチがある。宝箱どれ。これか。上にあるのか。まあ現状いけない。あ、それか。そこのスイッチを。こっちだね。これはここでよくて。ここはもう降りるしかない。その先の、まあいいか。これを利用してさっきのスイッチを踏むんだね、きっと。
多分ね。これを利用すればその上の卵が取れるってことかな、もしかして。あと試してみようか。まあなんだろう、これ取っとく理由、意味あるのかわからないけど、まあとりあえずね。あとそれ、枝付きレーズン、いやこれが山場だね明らかにこいつだね。ああ、やれやれ。え、てかマリウスこれ超えたの？ここで別れ？え、引きつけられる？危険だぞ。ああ、世話になりっぱなしだ。マジか、どっかで会えるかな。2体だからね。でセーブは入らない。セーブ取っときます、ここでね。あ、これを利用すればいけるかもしれない。倒せるかもしれないのか、もしや。あ、向こうにイベントがあるか。あいつ上に浮いてるのかな。あれ普通に来ちゃったぞ。そこ行けるのかな。あいつ上には撃てないみたいな。その宝箱は取れないと見ていいかな。あ、なんか普通にこれ、え？やれやれ。何やってんだあんた。ちょっと待って、よくここまで来れたよね。行くぞ。その声はもしかして、よし、なんとかなった。あ、でもこれまでより楽だったかも身のこねすごいな。うん、ああ、おかげさまでね、助かったよ。それにしてもかっこ悪いな、息巻いて飛び出してきたのに力及ばず助けられてしまった。うん、アドル、禁区に忍び込んだ時の話だけど、聖国騎士団がロムンとことを構えようとしているのは明白だ。いや、あの団長はそれ以上のことを考えている気がするよ。僕は僕の役割を果たさなければならないようだ。僕自身が利用されないためにも。うん、少しずつ思い出してきたんだ、自分がなぜここにいるのかを。僕は祖国を守るために存在している。あの不遜で貪欲で大いなる矛盾をはらんだ我が祖国をね。ロムン、それってなあ、その通り。ロムンは知っての通り、エレシア大陸の嫌われ者さ。各地で侵略戦争を繰り広げ、大陸中にその半島を拡大してきた。海を渡って南のアフロカ大陸に戦果を広げようとしたこともある。そして今このグリアも属州としてその支配下に収めている。その復讐なのかもしれないな。シャトラールは僕を支配下に置き利用するつもりなんだと思う。まあお偉さんなんですかねあとは想像にお任せするよ。とにかくこんなことに君を巻き込むわけにはいかないんだ。うん、
ロムの人に助けられたこともある。その恩を今ここで返してくれるってこと？グリゼルダとかかな。期待していたのは僕の方か。分かったよ。それじゃあ僕が君の脱獄に便乗させてもらおう。それぞれの目的のために一時的な共同戦線ってわけだ。ああ、こちらこそだ。まさか自分がこんな気持ちになるなんて、本当の僕が知ったらきっと驚くよ。ここはかすかだが風が吹き抜けている。外に繋がっているみたいだ。どうやら地図が示している脱出路はこの先みたいだね。うん、じゃあ行きましょう。いやでもアドルがこう出ちゃってさ、迫っている可能性もあるからね。どうなるんだろうね。本当は続き気になるな。あ、はい、第6部回になりました。ほとんど収録できなかった。ほんと残念だった。まあその説明だけはさせていただこうかなと思っております。ノックスは999までもちろん貯めました。その左に見えてる車椅子の子がジュール君って言って、あの廃墟者君の正体で、そのお父さんがねお医者さんなんだけど、どうも監獄の中で捕まってるみたいな話になってて、でなんかね、そう古代種の研究やってるのかな、どうもそんな感じがありますね。でエステリアの魔物たちを復活させてもいるみたい。イース1のボスたちだよね。他にもまた後で出てくると思う、多分ね。仕切れば。
はい、第7部監獄協奏曲、これ収録されてんだろうな。でクエストとか確認とかもやりたいけど、とりあえず、ね、収録できなかった分ちゃんとね説明した方がいいはずなんで、ほんと申し訳ありません。ストーリーかな、第6部。まあとりあえず、まあ、鬼人街に行ってみたんですよ。でお化けの話があるっていうんでね、お化けで、結局お化けはジュール君でした。ジュール君がこうね、あの人を脅かしてました。文化保護区を荒らすやつらをこう脅かしたんだね。で地下墓所エヴァンマハっていうとこ、まあそこを調べることによって怪人の謎が分かるのではないかということになって、そこ行ったわけですね。でそこにボスが2体いました。1体目のボスは楽勝で、まあ初見で回復アイテムなしで、レベルはね46だったかな、その時ね楽勝でしたね。でその次のボスが強かったですね。1時間はやってないけど、まあ、40分とか結構かかりました。かなりめんどくさいボスでしたね。で、人物、ジュール君ね、これ、廃業者君の仲間になってくれました。これ、遠距離攻撃は得意な子ですね。で、結論変えるとね、性能微妙。うん。まあ、いいか。まあ、見てもらうのが早いかな。まあ、いいや、セーブ開けて、ちょっとだけ戻ってやりますかね。じゃあ、ここにセーブして、はい、ロード。第6部のメインのダンジョンの手前でセーブしてあるデータがあるので、ここだね。ノース橋祭祀場跡ってやつなんですけど、マップだとねここだね。ここにもだいぶ広大な空間がありましたね。でここが目的地でした。バルドゥークとの位置関係こんな感じだね。まあ一応ここにもなんか横道があるっぽいんだけど、まだ障壁があってはいけないってことになってますね。でこの向こうの障壁は後で解除しようってことになってますね、今はね。じゃあちょっとだけ行ってみようか。そうだ、こんな感じ、こんなことができます。でもね弾速がね遅いんだよね。遅いし、あとオートターゲッティングがこのゲーム微妙なんでちょっと難しい。あとね2番目のボスと相性が決定的に悪い。なのでもう使うの大変だから、じゃあ、アネモナちゃんに切り替えていきます。アネモナちゃんは多分ね、ここのボスの 2番目のボスか、攻撃範囲が広い、キャラだと相性がいいと思うので、だからアネモナが正解だと思う、多分人選的にはね。あとは、どれだっけ、ブルーバンダナじゃなく、カリムソンファンク。これ、HP1 で踏みとどまる。で、攻撃を当てると HP 吸収して回復できるってやつ。HP 低くてもある程度戦えるような感じになってますね。じゃあちょっと編成を変える。まあこれでいこうかな。で、まあ、ボス撃破メインじゃなくて、このエヴァン・マハの途中に面白いものがあるんで、それを見ましょう。ノース教っていう古代の宗教の祭祀場跡だからね、聖なる土地なんだね、ここはね。よし、じゃあ行きましょうか。ここだ、ここだ。
番大きく描かれてる人物は外の心臓に似ていますね。うん、主審グリムニルだね。仮面をかぶってるから多分100年戦争以前に描かれたものだ。周りに従っているのはおそらく半身の戦士たちだね。半身？グリムニルは半分人間で半分神様の戦士たちを刺激したんだ。おい、アドルニ坊主、あっちを見てみろや。あれは、まさか、これってグリムワルドの夜。見たことあるような魔物たちも描かれているわ。うん、間違いなさそうだ。魔物たちと戦っているのはグリムニルの半身たちか。グリムワルドは遥か昔から繰り返されてきたということですね。アプリリスさんが言った通り。詳しいことはこれだけじゃまだわからない。でも歴史を紐解くことで見えてくることはありそうだ。じゃあこれで一歩前進ですね。地下墓所はまだ奥へ続いてるみたいだ。神器くせえ場所で気に入らねえ。いっぺんに調べちまうか。でも魔物と戦っているのは怪人ではなく半身の戦士。どういうことなんだろう。まあこんな風になってましたね。